曲げる運動、体をリラックスして伸ばしていきます。平和でよろしい。そこにあることが当たり前だと思っていた。なんとなく過ぎていく穏やかな日々、毎日目にしている街の風景、繰り返される日常につまらないと感じられることの幸せ、人は失って初めて気づくんだ。何の変哲もない日々の大切さに。Thank you.
価値をもらうぜ、ヤマト。特訓の成果を見せてやる。今日もイケイケだな。喧嘩でもゲームでも俺は強い。知ってんだろ。いい加減理解しろ。負けるのは常にてめえだって。いつも通りの展開だな。いいか、俺は負けねえ。最強の俺に歯向かうのは無意味だ。わかんない。てめえ。お？せこい勝ち方をしやがった貴様は神聖なメガロボファイター2を侮辱した。よって貴様には制裁を加える。ああ、何言ってるターゴ。熱くなんなよ。ただのゲームだろうが。てめえのプレイには愛がねえ。勝ち方がせこい場合、勝負は脳幹だ。どんな手を使おうと勝ったが勝ちだ。問答無用。お前に教えてやるよ、俺たちのイズムを。どら、確かバカは死んでくれ。この野郎。てめえが死ね。一大事ヤマト。路上で喧嘩、警察に補導され反省の傾向が見られず一泊。あまりかっこいい状況とは言えないな。はい、ありがとうございます。誰だってね。僕は浅見テル。君とは程遠い優等生だよ。浅見テル。そう、テルって呼んで。死にたいのか、テル。さすがだ。ねえ、ヤマト君、ここを出たくない？はあ？
警察には話を通してある。シャバの空気はうめえ。僕が来なきゃもう一日延長ってところだったね。はっ、恩着せがましいやつだな。で、何が望みだ。喧嘩の天才である君にぜひ請け負ってほしい案件がある。ほう、この俺に誰をぶっ倒してほしいんだ。やってくれるなら君たち不良のたまり場メガに来て、詳しいことはそこで。なんでゲーセンなんかに。今ここで言えよ。君は留置場で一泊だろ。一度帰ってシャワーでも浴びてきたら。そういやそうだな。そっすか。ったく、もったいぶりやがって。今月に入って2人目の失踪者が出ました。行方不明になったのはいずれも20代から30代の男性で、その時驚いてコーヒー先生にかけちゃって。それはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ、アスナってそういうところはどんくさいよね。何よ、ひどいな。もういやいや、普段から完璧すぎなんだから、それくらいが人間味あっていいよ。じゃあね、私こっちだから。うん、じゃあまた明日。あの子はどうでしょうか。違います。違う違う。あの子は。おお、彼女ならアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですので、緊急時には対話にてご対処。わかりました。お気をつけください。戦士を抹殺する。ただいまって。またやっちまった。ごめんな、みな。なんか。お兄ちゃん。みな。死んだはずだ。なんでこんなものを見るんだ。ヤマト、いる？
ヤマト。キヨカか。お、顔色悪い。もしかしてお腹減ってる？私ご飯買ってきたんだ。腹減ってねえよ。帰れ。